コマンドリーは、キリスト教騎士修道会が所有した辞書のこと。コマンドリーは12世紀に生まれ、騎士修道会の存続と共に長く存在した。騎士団の司令官の責任のもとで、修道士たち、騎士たち、そして彼らに関係する者たちが暮らし、訓練するコミュニティの場だった。コマンドリーは、メゾンと呼ばれる農場が複数建てられた土地面積の心臓部にあたった。 主として農村部や収入の上がる土地にコマンドリーはあったが、騎士団が商業の専売権や特権を得たり、巡礼者の輸送を担当すれば、コマンドリーは都市、さらには港にも作られることになった。彼らが戦いのため聖地にいる間、コマンドリーは要塞、または城壁に取り囲まれた農村であった。アラン・ドミュールジェの分析によれば、土地から上がる収入で、 聖地での戦いの費用を捻出することができた。ウール県、シャニュに残るテンプル騎士団のコマンドリー、ノートロダム礼拝堂フランス語のコマンドリーは中世ラテン語のコマンデギアに由来し、ラテン語ではコメンドとも呼ばれた。フランス語でのコマンドリーは騎士修道会の領土組織の基盤を表す名称である。コマンドリーという言葉は1267年以降に 聖ヨハネ騎士団が改革されてから使われ始めた。歴史家たちは、プレセプトリーより、むしろ、騎士修道会に属したすべての機関を総称する言葉として、コマンドリーを用いる。コマンドリーとプレセプトリー、この二つの名称の間に違いはない。プレセプトリーは、ラテン語のプリーセプトリアが誤ってフランス語化したもので、ある。プレセプトゥール、または、 プリーセプターと呼ばれた者たちは、騎士団の中から選ばれた一つの農場における指揮官のことである。コマンドリーの起源は、1999年にゴドフロアドブイオンが所属する騎士たちの軍港の謝礼として、西洋ハネ騎士団に対して行った騎士で見ることができる。ゴドフロアは、パレスチナのヘッシリアにいた騎士団創始者、ジェラールの国威の修道士たちに、 ブラバントのモンボーンにある自身の報道を2カ所の教用のかまど付けで提供したのである。騎士修道会への寄進というこの慣習で病院などで重要な事前事業を行っていた西洋羽騎士団やテンプル騎士団、そしてドイツ騎士団といったヨーロッパにおける真の軍事力の出現を伴った大国騎士修道会の発展が可能になった。 コマンドリーという言葉は、施設を意味するのみならず、むしろ、本部といくつかの住宅と土地で構成される、騎士団の領地を分割した単位を指していた。収入の上がる土地は、騎士団の病院での医療活動や、軍隊の編成の収入源だった。聖地で、騎士団が、キリスト教巡礼者たちを警護して得た、戦闘の土地とは、対照的である。これらは広大な農場で、 一部は要塞化され、内側には礼拝堂と住民が生活に必要な施設が含まれていた。ドミは、市東会が運営した修道院荘園とは異なり、永久的に定住する住民がない、単一の農場で構成される。10分の一税や、その他の税金の恩恵により、コマンドリーは、騎士修道会の収入源となっていた。また、彼らは寄信も受け取ることができた。 コマンドリーでは食料生産が確保されていた上、聖地遠征に不可欠の馬の繁殖も行われていた。西洋では日本市や定期市でコマンドリーで生産された農産物の余剰品が販売されたため、コマンドリーは食料市場での重要な役割を担っていた。コマンドリーは湿地帯の干拓事業、漁業促進のための池の掘削といった一体の成長促進も担った。 各コマンドリーごとにいずれかの生産に特化されていた。農民世帯、濃度、または解放濃度、基地団の会計に従事する者、そして大勢の職人たちがコマンドリーで雇用されていた。基地修道会の一部は医療も行う病院修道会だったり、医療のみを行う病院修道会であったりした。順礼路に修道会が運営する中は宿屋のような病院が置かれ、 巡礼者たちはそこで艦隊され疲れを癒すことができた。この場合、コマンドリーはエルサレムへの巡礼路上か、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路上に置かれていた。ありがとうございます。